フランス政府、ウイグルに独立人権監視団の派遣を要求。現在、中国政府、中国共産党がウイグルにおいて民族浄化を行っているとされる問題に関し、フランス外相が中国の行為は容認できない。断固、休断すると表明し、ウイグルへの独立人権監視団の派遣を要求しました。この 監視団について、中国政府は民族浄化はデマだと否定、受けれないと拒否しておりますがこういったウイグルなどに対する中国政府、中国共産党の民族浄化は実際に行われているものと見られており先日、イギリスの BBC が中国政府がウイグル人を強制連行する様子を捉えた映像を 放送ししておりましたがこちら撮影さされれた場所もも時期すすでに特定されておりますこういった中国政府、中国共産党が進める民族浄化などの犯罪行為は世界中が協力をして徹底的な制裁を課すことによってある程度は防げるんじゃないかと思われますので フランス政府には、こういった独立人権監視団の派遣の要求だけではなく、中国に対し、人権に関連して経済制裁を速やかに実施していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。